やあみんな、こんにちは、歌舞伎マンです。さあ、というわけでね、今日も早速やっていくわけですが、なんと前回のプレイが、ブラッドボーンが発売する前が最後ですね。半年ぐらいやってないんじゃないかな、みたいな。ダークソウルズ、ほんと久しぶり。でね、もう、これ呼ぶ。なんかここにある、これ何？シェイとかいう、こいつ呼ぶ。弓使い？弓使うの、こいつは。もうこいつ呼んで、パッパとクリアして動画止めるわけにいかないんで、大弓じゃねえか、お前。やるじゃん。なんだよ。お、これはこれは。これはこれはご丁寧に。これはこれはご丁寧に。いや、どうもどうも。よろしくお願いします。あ、なんだなんだお前。俺が土下座してんのに蹴りに来るなよ。なんだお前。なんかその警戒してる腰は。さあ、ついてこい。あとなんかロイエスの騎士ももう、確か4人だか、4人ぐらい集まってて、で、もうみんな白いじゃん。で、歌舞伎マンも白いのよ。で、白霊呼んでるじゃん。もう一面白パーティーだよね、みたいな。わけがわからない。一面白いよね、もう。みんなほら、ロイエスの騎士も。お前ら行くぞ！行くぞ！自分自身との決着、つけに行くぞ。さあ、動画を無事に終わらせるために。ダークソウル2。それダークソウル3へ繋げるために。行くぞお前ら！そして、ブラッドボーンの DLC もやりたいんで、もうさっさとこの動画終わらせましょう。さあ、半年ぶりのプレイング。愛の戦士、半年ぶりに、ロイエス、あ、ぶぶ、こいつ黒いんだよ。うわ、お前は、ガングロメン。日焼けサロン行ってましたみたいな。おお、怖い。めっちゃ追尾してくるじゃないですかみたいな。うわ、華麗なる剣技。だが歌舞伎マンも痛い。攻撃力高い。お前らやれ。お前らやっておしまいなさい。やっておしまいなさい。うわあ、飛ばないよ。危ない。ぽい。ていうかさ、危な。ここ最高。これソウル入んじゃん。いくらでもここで戦ってたらさ、やっつ。どこ。そっちにいるよ。やばい。歌舞伎飲んどる場合か。やばい。なんかめっちゃ魔法飛んできてるけど、これ誰の魔法？誰が撃った魔法なんや。こいつを、まあ、任せろ。歌舞伎版、攻撃が遅い。後ろなんだばーか。よし、あっつ。やばい。ちょい、あ、なんか古びたなんちゃうかな。痛い。めっちゃいいやつ使っちゃったんじゃないのこれ。あ、危ない。まずはエストビンですね。オッケー。でもエストビン回復が早いから、取っときたい気持ちもあるよね。でも、集団フルボッコ、集団。数の暴力対数の暴力。さあ、数のは白軍か。黒軍か。危ない。シェイ。中国語でありがとう。おーっと、歌舞伎、これは、インテリブルを発揮していく。あ、お前、ちょっと、後ろで何？呪術の火みたいの持ってる。ずるーい。行け待てー。揺れちまって。危ない、歌舞伎には。よし。まだいんのか。よし。来た。待ってたぜ。半年ぶりにな。てめえを殺せると思うと。俺はもう衝動を抑えきらねえ。さあ、来いよ、てめえ。おら、どっちが白いかはっきりさせてよぜ。なんか雑魚敵一体も湧いてくるんだよな、確か。どっかから、どっか凍結してない扉からね。どこから、異界の扉からやってきたー。さあ、やってきた。あれ、どっか。敵いなかったっけ？雑魚敵。ザ雑魚敵。うわ、俺かよ。俺じゃないやつ。あ、いた。あいつまずやらなきゃだろ。こいつをまずやらなきゃだろ。待て、てめえ！どこ行く？危ない。よし、そこで塞いでおけ。俺がやる。こいつを、お前、走っていくなよ。こいつを、倒してからにしろ。よし。あとはフルボッコだ。行けー。お前らは3対1だ。やれ。もう、カズの暴力だ。なんだ、当たってね。当たってね、歌舞伎。当てろ、歌舞伎スラッシュ。歌舞伎、危ない、俺っすか。俺はなーし。ちょっと待って、これ当たんないから、片手持ちで行こう。やべ、どこ行くの。危ない、シェイ、近くで指はダメだ。大指を近くで振るなんて一番いい。あ、まずい。まずそうですよ、どうやら。わ、こいつ落ちろ。痛い。ちょっとお前ら、音に。やばい、この攻撃絶対まずい。この攻撃絶対、ほら、行っただろう。だから行ったんだよ、俺は。その攻撃が死ぬほどまずいとな。まずい。あいつらがなんかまずいことになってる。今来たぞ。歌舞伎スラッシュ。危ない。俺の攻撃すんのはなし。
待っていたぞこの瞬間を。青い剣対赤い剣、スーパー歌舞伎スラッシュ。待って、一人死んでないね。全然死にそうじゃないか、あれは。シェーイシェーイ、行くぞ、裏から。あ、もう、なんか超めちゃくちゃアクロバティックなんだけど、君、ジャニーズ事務所、あれちょっと当たってない。歌舞伎の攻撃、全く当たってないんご。あ、でも、まずい、ちょっとお前らおとりになれ。お前ら、ちょ、俺の向かないで、俺の起きてるじゃん。ふざけんなよ、もうマジで。もう、さあ、ちょっと。嘘やん、ちょっと待って、お前ら行け、死ぬんじゃない、俺、助けて、うわー、歌舞伎、世界一、うわ、危ない、俺はやめろ、お前ら助けろ、早く銃を引け、俺を助けろ、よし、いいぞ、お前ら、よし、いい、それでいい。ちょっと待って、これ、一人でもかけたらきつくなるぞ。今のうちダメージを稼ぐしかない。稼ぐ、いったい、よく見て、動きをよく見るよ。危ない、いって、後ろにも当たり判定はずるいと思う、俺は。非常に良くないと思う。ここは落ちて回復。でもダメージを取りに行く。あ、まずい。ちょっと、愛犬、毒大剣は。いった、無理が、まずい。何もできてないよ。歌舞伎マン行くよ。いいよ、歌舞伎マン何もできてないよ。待って、やばい、味方が死ぬ。ひるめ、やばい、シェーンがはめられた。俺らもはめろ。お前バックス、いった、3人同時に切られる。あ、この位置非常にまずいですよ。この位置、あいつらにおとりになってもらう。あ、もうこれ倒せる。体力回復だけ、しっかり。エストが切れた。え、やばい。お前らにもうやってもらう。という作戦は、どうであろうか。やばい、ロイエスの騎士が死亡した。まずい、あとちょっとなんだけど、シェーン、おとりになれ。おとり、よし、ナイスおとり。まあ、俺起きてる、来てる、シェーン弓矢でやる。よし、お前に、いけ、もういける。やばい、これ、シェイ、任せろ、シェイ、あと一発、シェイ、お前が決めろ。おー、歌舞伎スラーシュ、よっしゃー、やったぜ、シェイ、ありがとう、シェイ、やったぜ、で、持って、この苗床みたいのどうするんや、で、持って、で、あ、アイテム落ちてる。え、なに、歌舞伎版がこの扉の跡を継ぐんか。え、どうすんの。え、あー、一筋の光。古き王の冠はわずかな熱を帯びている。え、なに、これレーザーで焼き殺されるみたいないよね。大丈夫、調べていいの、これで帰れるのかな。よし、やったー。え、てか、白を呼んだら、案外やっぱ簡単だな。白呼んだら、まあ、案外やっぱり簡単だな。で、このボスも、ちゃんと動きに見れば、なんか鉄王みたい、鉄王だっけ、なんか、めっちゃ強い、なんか二刀流してたあいつみたいに、いけんじゃないかな、みたいな。え？出世移動帰ってきたけど。どうすんの？俺やったぞ！願いを聞き届けてくれたのですね。これで思い残すことはありません。私はかつて暗闇の中で生まれました。マヌスかな、遥か昔、深淵の奥にあった地の滅びとともに無数に分かれた闇のかけら、その一つが私だったのです。なんだってよくわからない。私はただ恐れていました。闇のかけらから生まれたおぼろげな自分がいつの日かふと消えてしまうのではないかと。地の中にあった恐怖こそが私を生み出したのでしょう。私は夜あたりを求め、この地の王にそれを見出したのです。あー、飛ばしちゃった。
王はそれを知ったのかもしれません。かつて恐怖から生まれた私は我が君によって救われました。私はここで混沌を封じ続けます。それが王の居された役割なのですから、遥かな時が来るまで。つまりここあれでしょう、混沌の苗床の発生地でしょう。ここイザリスじゃないの、ここもしかしてイザリスの跡地なんじゃないの、ここって。であいつがよくわかんないけど今も混沌の中に、いやー救われないんだな、救いはないんだな。で上に行けるってことはない。え、これもう終わり、え、もうこんだけ、こんだけ、え、こんだけなの、え、もう終わり、え、もう終わりなの、え、これ落ちたらやばいんじゃないの、ちなみに。え、これ、え、気になるよね、え、これ大丈夫なのかな、え、これ行っていいやつかな気にならない、気になる。行くぞ歌舞伎、行くぞ。祈りとかなかったっけ。あ、これで降りよう。あ、降りれねなんか前歩くのないかな、もうちょっと、もうちょっと、あ、危ない。ハッピーハッピー歌舞伎。え、あ、戻ってくるだけじゃん。え、あー、点数稼ぎができる、点数稼ぎっていうかソウル稼ぎができるんだ。じゃ、ちょっと帰りまーす。はい、どうも、歌舞伎マンでーす。さあ、というわけでね、今日はチャレンジルートのね、場所がちょっとわかんなかったんで、調べたら、この間開けた、このわけわかんない、この鍵の部屋、ここはチャレンジルートの入り口らしいですね。このまま、ここ調べると、ここ調べるとなんかどうやら行けるみたいなんですけど、え、ちょ、それは、それはないわーそれはない。歌舞伎すぎだろ、ちょっと。そのステージの方、歌舞伎すぎだろ。どんだけ歌舞いてんだよ。もう二度と戻れない、もう二度と戻れない、見えない、帰りたい、帰りたい。え、嘘やん嘘やん、見えない。これ帰れないの、空飛ぶ船。無理無理。え、見えない見えない見えない。頭おかしい。俺なんかもうボス倒して霧の原因解消させたんだが。あ、見えた、あー見えた、何ここ、何ここ、今だ、今どっち、うわー、また霧か、あ、ちょ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 、これ時間が経つと、あ、ここだけ霧か、すごい霧、すごい霧、何これ、召喚サイン、バンガルの首、バンガルの首。え、見えないんだが、あ、お前は誰、フィーバー。え、ってかよくわかんねえ。うわ、眩しい。あの太陽に向かって進んでいけば、なんとかなるかもね。え、ちょ、縦構えとこう。ちょ、待って、大盾のがいいんじゃないか、これ。ワンチャン。ちょ、大盾にしよう。大盾にしよう。怖い。不安。ザ不安。なんかあったよな、プラス9ぐらいのタワーシールド。あったあったあった、タワーシールド。え、これ大丈夫かな、え、何も、落ちないこれ。え、敵いそう。敵いないのかな、え、てか、これ動画的にあんま惜しくないよね。何も見えないんだが。あ、太陽。俺の太陽。え、太陽ない。あった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 。眩しい。え、ちょ、動画的にこれ大丈夫かな、え、何も見えない。え、クソステージの予感しかしない。え、なんかあんのかな、あー、うわ、なにこれ、ビビる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 、うわ、いった、なに、うわ、くっそびっくりしたよー、痛いよー、痛いよ、なに、もうなに、もうなに、あれじゃないの、処刑場みたいなとこ、危ないんだけど、こいつ、ちょっと待って、普通に強い、普通に強いよ、え、飛んでるえ、もう、わかんない、もう、ずるいずるいずるい、もうずるい、強い、え、強くない、ちょ、もうこれ呼ぶもう呼ぶ、見えない、もう見えない、バンガル来いよ、なんでお前こんなとこにサイン、お前らなんでこんなとこにサイン置いてくれたんや、優しすぎか、優しすぎか、よし、お前ら頼むぞ、おー、いいぞ、頼むぞ、あ、あ、あ、よく来た、よく来た、
よく来た、お前ら。お前らよく来た。さあ行くよ、世界一かぶいてる。世界一かぶいてる旅の始まりだ。行くぞー。歌舞伎探検隊、歌舞伎探検隊行くぞー。とりあえずあの光を目指してみようか。光を目指さないと、もうこれは初見プレイヤーには優しくない。光の先に何かあると。待って、見えた。あ、うっすら見えたよ。え、どこ行くんだろう。え、ちょ、馬に出会いたくない。馬には極力出会いたくないから、ちょ、こっちの方かな。こっちの方行こう。こっちの方馬いなかったから。馬だけは怖すぎるから。愛の選手はプレイが上手いけど、馬には会いたくないから。つまんないから。壁とかあんのかな。落ちるとか一番嫌だよね。落ちるとか一番嫌だよね、ほんとに。え、なにこう、もうわかんない。え、この先落ちるんじゃないかという恐怖。え、なんかいい感じに進んでんじゃない？で、ボスとかいんのかな？これ多分チャレンジルートだから、チャレンジルートにしても難しすぎんだろ。視界縛りとか、世界、セルフ視界、あ、見えた。え、ここどこ？最初のとこじゃん。え、めっちゃ最初のとこじゃん。え、じゃあこっちかな？え、どこだろう、ここ。どこ？どこここ？どこ？ちょ、やばい！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 お前らなんで見えてるの？なんで見えてるん？やれー！殺せ！殺せ！いいよ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 ！うまー！やれる！やれる！よしよしよし！お前ら、な、え？え、なんもくれない。強い割に。え、でもこれバンガルとかいれば多分強いわ。やっぱ3人ですね、時代は。ね、本当はね、初見でクリアしたかった。初見一人でクリアしたかった。けどもう無理。あっちが、あの、船だから、あっちなんかあるかな？建物とかないかな？ないよな。雪原だもん。雪原だもん。てかさ、これもう、無理でしょ。どうすんの？城の外だよ。こんなとこにさ、こいつらの求める何かはあると思う？俺はないと思うね。だってこれさ、王の冠集める話じゃん。こんなとこにさ、何にもないでしょう。バンガルとこの、よくわかんねえ、なんだっけ、パラダイスじゃなくて、名前なんだっけ、パラダイスみたいな。パラダイスみたいな、パーティーみたいな、なんだ、名前忘れたけど。別に何を求めて、ちょ、怖い。これ何これ。お山じゃん。あ、壁ちゃんとあるんですね。あ、霧が晴れた。うわぁうわぁ誰か引かれた。やばい。いって、強い強い。火力ヤバオ。火力ヤバオ。なんか懐かしい雷球みたいですね。ちょっと殺せ。いいよ。あんまもらえねえし、しかも強い割には。視界が終わってる。だってこう壁沿いに行ったら強いんじゃない？強いってなんだよ。こう壁沿いに行ったら絶対どっかしらつくよ。てかこれうわぁ、見えない。もう見えない。もうやだ。あ、落ちないよね、ここ。怖い。どこ歩いてんの、これ。もう、バンガルーも見えねえよ。もう実況的に終わってる。実況的にダメなやつや。あ、端っこ。めっちゃ端っこじゃない？てか、アイテム一つないの？こういう、ここまで来て、アイテム一つも。何もこのステージわかんない。どこもう、壁沿い。あ、なんかある。なんもない。うわ、また吹雪だよ。また吹雪だよ。とりあえず光を求めて走ろう、ひたすら。私たちにはそうすることしかできない。ということに気づいた。これ走れてんのかすら、危ういよね。なんかさ、画面の解析度かなんかでもう、いじっちゃうみたいな。ダメ、もう、無理。なんか今光ってたよ。うわ、危ねえ。うわ、危ねえよ。よいしょ。いった、死ぬ。助けて、お前ら。お前ら、ちょっと助けて。やばい。雷食らったら死ぬ。雷食らったらやばい。ちょっとよろしくお願いチャンス。やばい。バンガルやれや。突っ立ってんじゃねえよ。いいよお前ら、いいよ。つらみ。うわ、なんかいる。この音、やっぱり来やがったか。うわ、2匹目とか、2匹目は来ないよな、さすがに。2匹目来たらもうやばいよ。草芸だよ、これ。あ、これこいつの味方の魔法、いったいんだろ。いいよ。いやー、死ぬ！いやー、助けろ！バンガル！やれ！あ、癒してくれた。味方が癒してくれた。強っ。あいつやば。お前、
役に立ちすぎかよ。お前役に立ちすぎかよ。え、光だ、光を求めろ。え、でもこれ山だから登れないんじゃね。どこ、僕はどこ。やばい、来たよ、また来たよ。もう急ぎとちゃいまっか。しかも蹴られてやーの。うわ、俺も蹴られそう。めっちゃもうやばい、めっちゃやばい、めっちゃやばい。いいんじゃないの、いいんじゃないの。晴れたけど、どこ行ったらいいのかさっぱりわからないね。え、どこどこ。 This is a どこ。 Where is a どこ。 What is a どこ。え、もうわかんない、マジでギブアップかもしれん。アップで助けろ。アップで、マジマジね、言い過ぎ、うま、もうやばいやばい。これ白サインないときついっしょ、相当見えないもん、つまんないこのステージ。痛い痛い痛い、もう痛い、もうクソステージだな、マジ。ここやってて何も楽しくねえよ、ここマジ。谷村何もこれやばい。歌舞伎隊もっと歌舞伎隊、やばいやばい。バンガル、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 とどめを、お刺しになられて、うわぁ、最悪、もう最悪、もう最悪、もう最悪だよ。